細島港湾合同庁舎細島港は、宮崎県日向市大和、細島、竹島町、船場町、大和日地や周辺に広がる港湾である。港湾管理者は、宮崎県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。古くから利用されてきた細島商業港と、その北方約 1km の位置に増設された。 細島工業校及び白浜港からなる。商業港は東へと開けたイリの奥にあり、港を囲むようにして南北に半島が突出している。細島港は宮崎県で唯一税関支所が設置されている港湾であり、海外と国際定期コンテナ船が就航している。一帯は2017年7月7日に港アシスに登録していて海の駅細島を 代表施設とする、港オアシス細島として地域づくり活動拠点とも、なっている。日向市にある、鉾島神社の演技書には、神武天皇が統制の途中ここに立ち寄り鉾を、祀ったとの記述がある。細島の名称は、港を囲む細長い半島に、由来するという説に加えて鉾島が点火したという、説がある。耳港ともに、大隅。 薩摩方面と瀬戸内海を王冠する船の中継地として栄え、日民貿易の船やポルトガル船も立ち寄ったという。また、和光もたびたび港を利用したと言われている。1933年に、交物通報参観が発掘されている。1587年に、足利義明の使者がこの港を利用したという記録があり、1600年11月4日には、 関ヶ原の戦いから、薩摩国へ、敗走撤退する、島津義弘が寄港している。江戸時代初期は、延岡藩の管理下に置かれたが、藩内で起きた、山陰、坪谷村一揆の処分によって1692年から、江戸幕府の直轄領となった。日向国、大隅国、薩摩国の諸大名は参勤交代においてこの、港から回路を取り、 大阪へ向かうことが多く、大名が宿泊する本人は、両国の名を受けて、帯屋、高鍋屋、薩摩屋などと呼ばれていた。港の入り口には船舶を見分するための番所が設けられており、高さ約3.6メートルの灯台が設置されていた。国土地理院、細島県庁上1891年7月に、この港を視察した。 ヨハニスで、霊家の整備方針に従って1894年から近代化工事が始まった。同年に県庁場が設置され、1910年5月には西洋式の灯台が完成している。明治時代後期から昭和時代初期にかけて捕鯨基地として利用された。1921年10月11日には日報本線とともに、 支線の細島線が外通し東九州における主要な輸送拠点の一つとなった。1942年6月、閣議決定に基づき、宮崎県では、延岡、富島地方、宮崎地方、都の城地方の3カ所が工業建設工法地に指定される。同年末、陸軍省、海軍省、内務省、企画院、停心省、商工省と、 軍事産業関係会社による調査が行われ、三菱石油、富島工場、九州造船日向工場の建設が決定する。三菱石油、富島工場は、南方から海上輸送してきた石油を生成して、航空用ガソリンを確保する目的だったが、1945年、初めの空襲で壊滅した。 九州造船のドック建設が1943年にカジキの浜で開始されたが完成しないまま放棄された。戦後、まず整備されたのは現商業港である。1947年から港湾整備計画に基づいて改修が行われ、1954年に第二府頭250メートルが完成し、県営倉庫も整備された。 1951年に行われた初の重要公安指定も受けている。その後は、竹島秩庫が課題とされ、早くも1951年に、細島広域竹島秩庫規制同盟会が設立され、陳情を開始した。この結果、1952年に竹島秩庫と商業公改修のための国庫補助が認められ、竹島秩庫では、 1964年までに約150ヘクタールの工業用地を埋め立てて造成されている。これが、日向、延岡地域が1964年に新産業都市に指定される推進力となった。指定後、工場進出は必ずしも順調には進まなかったものの、1971年には宮崎カーフェリーが神戸航路を開設するなど、 次第に整備が進んできた。現在、旅客フェリーの運行は休止されているものの、コンテナ船を中心に貿易拠点としての重要性は一層高まりつつある。2010年8月、重点港案に指定される。2015年6月28日。 国と県が2011年度から整備を進めていた4万トン級の大型船が接岸できる岸壁と2役作業用、地6ヘクタールからなる国際物流ターミナルが完成。これにより細島港は大型船用岸壁を2カ所持つ港となった。細島港の紹介国土交通省九州、地方整備局、宮崎港湾、空港整備事務所細島港取引貨物量。 宮崎県ポートセールス協議会、日本歴7名体系第46巻1997年11月12日平凡社、ISBN4 から582490468、国土交通省、重点公安に32道府県の43校、選定社団法人日本公運協会平成22年8月4日。前原大臣会見用紙二千十年八月三日。 国土交通省 ab 国際物流ターミナル完成日向市細島港大型船を岸壁に箇所に、宮崎県西日本新聞 http コロンスラッシュスラッシュ www.nishinipon.co.jp p スラッシュ nnp スラッシュ宮崎スラッシュアーティクルスラッシュ一七八五八八二零一五年六月二十九日閲覧。 ありがとうございます。